荻上チキです。今日はメディアがボキャブラリーにどんな役割を与えるのかについて少しお話します。ボキャブラリーというのは語彙ですよね。私たちはメディアを使っていろいろなそのボキャブラリー、語彙を獲得をします。その獲得した語彙というのが人々の思考のパターンというものを随分と決めていくというところがあるわけですね。例えば2012年前後というのがメディア上で生活保護バッシングが行われていた時期でした。その時期、生活保護というキーワードを提供すると真っ先にパッとこう連想しがちなのが不正受給というキーワードに多くの人たちがなっていたと思うんですね。このように特定のキーワードを与えて、そのキーワードからどんな言葉をすぐさま連想しがちなのか、こういった言葉と言葉の結びつきのことを潜在的連合というふうに言います。簡単に言うと、特定の言葉とどんな言葉が近くにあるのか、どんな言葉が遠くにあるのか、その距離感というのは日常の中でどんなメディアに接するのか、どんな人と話すのか、どんなニュースに触れるのかによっても大きく変わっていくということになるんですね。当然ながら貧困支援の現場で活動しているような方々にとっては生活保護というふうに聞くと、今度は人権とか、それから支給漏れとか、あるいは水際作戦というような仕方でもらえない人たちの権利の話が真っ先に連想されるということが行われます。しかし、生活保護バッシングをメディアが繰り返していると、生活保護といえば不正に受給している人たちがいる、あるいは多くの人たちにとって困難なシステムで、そんなシステムなんだ、ああいったような生活保護を受給している人たちはけしからんのだというネガティブなステレオタイプが再生産されることになるんですね。で、この結びつきというものが実際に人々の思考回路を規定する。生活保護とか特定のキーワードを聞いたときに、真っ先にどのキーワードが連想されがちなのかによって、政策的態度とか物事に対する判断が揺らぐということになるわけです。例えば外国人というふうに聞いたときに、例えば英語かっこいいみたいなものを連想しがちなのか、それとも犯罪不法入国みたいなものを連想しがちなのか、どのような潜在的連合が行われがちなのかということによって人々の議論のあり方が変わるんですね。で、この語彙の潜在的連合、ボキャブラリーがどのように結びつきがちなのかというようなことは、随分とメディアの影響がある。メディアが特定のテーマで報道を繰り返すと、その潜在的連合の位置関係が変わっていくわけですね。近づいたり遠くなったりということになるわけです。少し前であれば、その外国人の技能実習生の問題というのは自己責任という言葉で語られていたかもしれない。でも最近、この技能実習制度の問題点が語られることによって、人道的ではないとか、国外からも非難されているというような別のキーワードがすぐさまパッと浮かべやすいような状況になってきたと思います。このように連想のされ方が変わることによって人々の行動が変わる。そういったことを分かっているからこそ、いろんなスローガンを使ってニュースとか、それからいろんな大事な情報を伝えたりするわけですね。例えば津波という言葉と天然湖というキーワードを結びつけることによって、真っ先に逃げろということを多くの人たちに伝える。あるいはコロナというキーワードに対して、3密とかソーシャルディスタンスとか、いろんなキーワードの連想を促すことによって、人々に対して対処に対する協力を呼びかけるというようなことも行われてきたわけですよね。どのような言葉とどのような言葉を近づけて、どのような言葉を遠ざけるのか、こうしたような場面においてメディアはとても重要な役割を果たします。皆さんもいろんなメディアを摂取する中で、このメディアはこの言葉とこの言葉を連合させがちだなということをより注意して見てみるといいと思います。ネット上などでも、例えば Google などで特定のキーワードを入れて半角スペースを開けると、特定の他のキーワードがサジェスションされるようなことがありますよね。例えば荻上チキだったら評価とか、あるいは反日なんていう言葉が出てくるような媒体もあります。この反日とか特定のネガティブワードのようなものが自動連想されやすいというような状況をメディアが作ったり、あるいは人々のコミュニケーションの中で行われがちになると、結局その人の言ってる内容ではなくて、態度とか自分と近いかどうかとか、あるいは国家に貢献するかどうかというような尺度で物事を考えることが正しいのだというような態度を育てるということにもなるわけですよね。そのような結びつきのあり方によって、いろんな議論がより良い方向に行くのか、それとも誰かを叩く方向に行くのか、変わってくるというところがあります。皆さんも日常の中で自分自身の中にどんな潜在的連合があるのか、あるいはメディアとか他の人の話の中にどんな潜在的連合が見出すことができるのか、ぜひとも注目してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。